ターをストック。はい、どうも、DC です。街中でマスクをして歩いているときに、マスクの下でものすごい変な顔をして、クックック、俺今変な顔してるんだぜってやってるのって、僕だけじゃないですよね。はい、どうも、DC です。はい、というわけで、今回の企画はこちら。突然の DM 失礼します。ヨッシーストックバグの動画楽しませていただきました。そこで自分も強制パワーアップバグで遊んでいたところ、チビマリオから35回パワーアップして微長短マリオになった後、スーパーキノコを取ることでスターをストックできるのを発見しました。やっちまいましたね、これ。なんか最近のマリオワールド界隈にやっちまう系の人多くないか。はい、ではもう早速やっていきますか。マリオのパワーアップ状態は、チビマリオが0、スーパーマリオが1、マントマリオが2、ファイヤーマリオが3なので、今回はファイヤーマリオから始めて、あと32回マリオをパワーアップさせていきます。マリオの強制パワーアップは、ご覧のヨースター島のコース3で始めていきます。過去何回もここでマリオを強制的にパワーアップさせてきたんですけども、今一度やり方をおさらいしていきますか。はい、まず甲羅を上投げしてヨッシーを2個出して、で上のヨッシーに乗ってヨッシーに再乗車して、亀を食べてヨッシー捨てて、で見えないヨッシーに乗ります。おっと、後ろ抜けちゃった。でリフトのこの辺に止まって、ヨッシーの口の中をここで吐き出すと、なんとマリオが本来ありえない4段階目にパワーアップします。はい、ではあと31回かな、編集巻き巻きでマリオを強制的にパワーアップさせていきます。5、6、7、やべー、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、この全身オレンジのマリオ超好き。23、24、25、26、27、28、28かっけー、29、29も好き、30、31、32、33、34。はい、35、お疲れ様でした。これが微長短マリオね。はい、というわけでこの状態で、スーパーキノコを取ると、なんとスターをストックできるらしいです。いや、本当にマジでやばくない？本当。このマリオ、見た目は小さいけどもちゃんとパワーアップしてるので、アテナブロックからスーパーキノコが出ないんですよね。なんでヨースター島のコース1位にあるデフォルトのスーパーキノコを取りに行きますか。はい、ここですね。この先にキノコが出てくるんで、スーンとね、このキノコを取ればいいんだよね。このキノコを取ればスターをストックできる。ほっ、いや、ほんまやないか。あとなんか変なパックンも召喚されましたね。なんか食べると無限にスターをストックできるわ。無限にスターをストックできる。何これ、やば。あとなんだっけ、 DM にさらに追加情報があって、マリオが空中にいる時にヨッシーでこのパックンを食べると、なんとパックンを喉に詰まらせてしまって飲み込めなくなってしまう。そして効果音がめっちゃうるさいらしいです。なんかちょっとやってみようか。なんだなんだこれ。あ、これ連続でスターをストックし続けてるんですね。そうだね。まあ無限にスターをストックしてるから、こうやって無限にスターをストックから出すこともできるんだよな。なんだこれ。何の映像だよ。なんかさっきから敵が全然いないんだよね。あ、ゴールが消えてる。あ、スプライトオーバー系のやつかな、これ。おっと、なんか、パックン吐き出した。はー。あ、敵復活してるね。あ、ゴールも復活してる。なんだよ、マジで。じゃあ、スターをストックできたんで、ストックしたスターをいろんなケースで使ってみて、検証していきたいと思います。はい、ではまず、ドーナツ平野のお化け屋敷ですね。はい、来ました。で、このスターを出して、取って、テイさんに立って、あ、当たり判定がない。当たり判定がなくなるんだ。はぁ、ちょっとこれは想定外だった。なんかさ、この後、いろんなケースでちょっとスターを使っていきたいと思ってるんだけど、全部で当たり判定がなかったら困るから、それやめてね、マジで。
はい、続きまして、ドーナツ平野の隠れ屋敷ですね。ここにはいろんなお化けがいるんですけども、アトミックテレサとかテレサウルスとか、そういったいろんなお化けに対してスターの無敵状態で当たってみたらどうなるのか検証していきたいと思います。スタードン、オッケー、取って、あ、倒せた。あー、おー、倒せるあ、ちゃんと倒せるわ。あれあれ、あ、ぐるぐるテザテンには当たらないんだ。あー、なんかヨッシーを召喚した時の動画でもあったんだけども、ヨッシーが踏める敵は多分スターで倒せるんだろうな。はい、ではボス戦ではどうなるんでしょうか。多分ちっちゃいのは倒せると思うんだよね。でかいのは当たんないと思うけども、あ、倒せた。おーおー、倒せるまあでかいのはね、もともと当たり判定ないからね、氷ブロック以外はね。っていうか、アトミックテレサって最近のマリオでは結構ね、可愛くデフォルメされてるんだけど、この時代からもうすでに可愛いな。可愛いな。はい、では続きまして、こちらバニアドームのお化け屋敷にいる緑色の玉にスター状態で当たったらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、行きました。はい、ここですね。この緑の玉にスター状態で当たってみたいと思います。多分ね、バグると思う。あ、バグらない。あ、ちゃんと倒せるわ。へー、あ、ちゃんと倒された時の画像があるんだ。任天堂想定済み。うわ、やられた。任天堂やるね。なんかラスボスクッパの鉄球みたいにさ、バグると思ったんだけども、ちゃんと倒された時の画像があったわ。すごい。任天堂想定済みだった。はい、続きまして、こちら、バニラドームのコース3にいる、ウンババにスターで当たってみたいと思います。まあ、多分普通に倒せるんだろうな、ウンババは。スター出して、取って。で、この先にいるウンババに当たってみたいと思います。結構多くだったっけ？あ、いたいたいた。こいつにスターで当たると、バグる、バグる、バグるんだね。バグる。バグるんだね。ウンババはバグりました。あ、そういえば、ふと思ったんですけども、このステージにいる、ノコギリ。はい、あの、ノコギリに、スター状態で当たったらどうなるのか。どうなるんだろう、本当に。倒せるのかな、ノコギリ。あれ、ノコギリってヨッシーで踏めるよね。だから倒せると思ったんだけども。まあ別にノコギリはいいかな。なあ、スター状態でボスとかを倒したらどうなのか。そこ見たいよね。はい、お待たせしました。では、スターで VV を倒せるのか検証していきたいと思います。これ、ドア入ってからスター出せばいいんだよね。ドア入る前に出したただのアホな人だよね。さあ、どうなるんでしょうか。倒せるかな。あ、すり抜けた。あ、でも炎倒せる。あー、でも吸い抜ける。あー、VV 吸い抜けるんだ。当たり判定ないんだ。あー、マジかー。ちょっとこれ、なんか変なね、バグを期待していたんですけども、当たり判定なかった。続きまして、こちら、七白でカメックをスターで倒せるのか。カメックってめちゃめちゃ強いんだよね。マント振ってもカメック倒せないし。いや、強すぎるだろ、カメック。マジかよ。はい、では大本命、コクッパをスターで倒せるのか、検証していきたいと思います。さあ、どうかな。あ、タマ倒せる。ザ・ワールド。なんやこれ、まるも。あ、でもわかんない。前回のヨッシーを召喚して、いろんなものを食べてみたっていう動画では、ごめんのコクッパは食えたんで、ヨッシーね。だから、ごめんのコクッパはスターで倒せるかもしんないね。はい、ではもう本命も本命。スター状態でラスボスのクッパを倒せるのか、検証していきたいと思います。どうしてもラスボスのクッパを倒せないって方はね、この動画が参考になるかと思います。スター出して、スター取って、大きく飛んで上からスター状態でクッパに当たってきます。と、いうわけでね。いや、もう個人的ではスターでクッパを倒して、で、クッパが落ちて、クッパクラウンだけがこう飛んでるっていう情景をね、期待していたんですが、まあ、そんなに甘くはないですね。じゃあ最後におまけとして、スター状態でエンディングに行くと、どうなのか。おー、かっこいい。かっこいい、マリオ。かっこいい。星の王子様じゃん。かっこいい。おー、かっこいい。嘘。ヒルドラヒルドラじゃん、これ。じゃあ、今回はこの辺にしときましょうか。花火と合わねえ。花火と BGM が全然合ってないんですが。いや、おもろすぎるでしょ、最後。じゃあ、面白いと思ったら、ぜひともチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。いやー、今回マジで面白かった。はい、それじゃあ、おつおつー。
あ、エンドロールは普通なんだ。